アンパンフライデー、達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。皆さん、こんばんみ。こんばんみ。ファンファンフライデー、達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。進行担当の野村達也です。ほのぼの担当の川崎メイコです。この番組は夫婦で声の仕事をしている野村川崎による、野村家に遊びに来ているような感覚でのんびり楽しんでいただこうをコンセプトとしてお届けする番組です。はい、9月以降もファンファンフライデーの金曜日夜23時からでお届けしています。はい、はい、ビビる大木さんですね。こんばんみ。そうなんだ。全然わかんないまま達也さんが何か来るかなと思って。そうですね、もう本当にこのオープニングで謎の緊張感がある我々の放送ですけれどもね、ビビる大木さんといえばですね、あの埼玉の逆襲なんてね、あのジェイコムさんの番組で、私があの天の声だったり MC だったりでご一緒させていただいて、そんなご縁からですね、千葉のラジオだと言っているのにですね、埼玉の逆襲、埼玉、そう、私がちょうど行った時がですね、千葉対埼玉のあの白熱した戦い3本勝負、花輪さんが出てきて千葉代表っていうのでね、へで埼玉代表の、ビビる大木さんとバトルを繰り広げるというですね。なるほど。そんなことをやった、ビビる大木さんのこんばんみを大胆にですね取り入れましてオープニングを迎えました、47回目でございますが、はい、では奥様、今日もスタンバイ完了かな。 OK、 ファンファン隊の説明をどうぞ。はい、このファンファンは月曜日から土曜日の帯番組で、23時から23時59分の約1時間、好きなこと楽しいことなどを各曜日の担当 MC が自身の趣向で捉えた番組をお届けしています。いい調子です。月曜日はウェイウェイさんとリンさん、火曜日は上野健さん、水曜日は天野明子さん、木曜日は東別府ゆめさん、金曜日は我々野村家の野村達也と川崎芽衣子です、土曜日は前田瑠美さんでお送りする番組となっております。他の番組のチェックもよろしくお願いいたします。いや、元気よくいい声で奥様がお届けしていただいたファンファンの説明でしたね。うむ、もう47回目だ。はい、その、ね、気合の入った声が今日果たして何時まで続くのか、はい、皆さんも楽しみにしながら番組を聞いていただけるといいなというところですが、うむ、47回目であり、そして我々最近ではですね、はい、ワクチンの2回目を、ああ、打ってきましたね。共に打ちましたね。はい、ちょうどね、先週のラジオの日ぐらいかな。そうですね。うん、またね、このお互いが別々で撮れたのでね。そうそうそう。またあの、なぜか仲良く、一日違いで。うん、ね、これは、なんか、どっちか死んだら、友倒れみたいな状態だよな、ね、みたいな。1回目はね、そんなに副反応ないっていうのでお互い何もなかったですけれど、はいはい、腕が痛いなぐらいで、うん、2回目の副反応は人によって様々だと。そうなんだよね、だからちょっとビビってたよね。そうです、まあ、ファイザーモデルナによっても違う、我々は2人ともファイザーだったんですけれど。そうなんですよね。とはいえね、なんか結構出る人は38度近く出てなんて、お聞きいただいてる皆さんでも副反応あった方はいらっしゃるんでしょうかね、うん、ねえ、本当に人それぞれでね、熱が出たり腕が痛かったり、はい、それだけじゃなくてなんか頭痛があったりとか、逆に寒気がしたりね、うん、お腹が空いてなんていう人もいたりとかね、あとは倦怠感みたいなのもあるっていう風に聞いていて、はい、うちの妹モデルナだったんですけど、やっぱ熱出たって言ってて、あ、そう、わー怖いと思ってね。ということでね、ちょうど先週のラジオ放送の日の、朝に奥様が、そうそうそう、そうですよ、翌日に達也さんがね、そうですよ、ね、皆さん私のツイッター見ました。奥様がね、前日にね、体温を測るのを忘れないようにしなきゃって言ってね、はい、机の上に置いといて翌日の早朝ですよ、寝てる私を起こしてですね、体温計がない、きっと達也さんが測ってどっかにやったに違いないと言った奥様がですね私を叩き起こしに来てですね、そうね、私の頭の中にいつも達也さんは出したら出しっぱなしみたいなね、体温計爪切り、はい、前科はあります、イメージがあってね、はい、もう自分が出してたのにね私を起こして、私はもう寝ながらですね、起こされながら全部覚えているので、奥様が前の日にテーブルに置いておりましたけど、でもその瞬間に気づいて、私が奥様って言った瞬間に私はハッて気づいて、全てを、あ、ごめんねって言って
ね、そうですよ。あと10秒早く気づけばね。違うんだよ、奥様がっていう僕のヒントがなかったら分かんなかったわけってことは結局僕は起こされてる。でね、まあ、奥様はねドドドドドっつって体温を測りに回って私はもう一回眠りについたわけで、結局奥様はどうだったんですか。いやこれがね、私やっぱ何もなかったんだよね。素晴らしい、よかったよかった。腕も痛かった、痛いっちゃ痛かったんだけど、はい、上がらないってほどでもなくて、うん、まあ多分ちょっとね当て叩いたりしたら痛いぐらいかな、はい、で熱も上がんないなと思って、うん、一応測ったらまあ一応37度ぐらいの微熱は一応あって、うん、それが最高だったかな、ね、そうで特にあの普段割と頭痛持ちなんだけど、うん、頭痛とかも起きず、はい、うん、あの頭痛薬とかね買ってたんだけどね、蛍光補水液、蛍光補水液も無駄に1ケース買ったんだけど ね20本以上あるわけですねそうそうそう、ね、どうしようみたいなね。むしろ奥様はね、うん、安静にして安静しすぎたので、うん、なんだろうだるいのかなみたいな、これが副反応かなみたいな。そう、あでもあの倦怠感みたいなのも、うん、一応その副反応の一つであるらしくって、うん、1日目は別になんともなかったけど、はい、2日目さ私本当になんかあの日々のやる気が全く起きないみたいな、うん、果たしてそれがいつものことなのか副反応なのかはついぞ発見できぬまま、まあ、でもそうちょっとお昼寝しちゃったりとかねしてましたね。してたね、なんかスーッと寝ちゃってソファーでモデーンと、ね、そうそうそう寝ていたり、ね、だからどっちか分かんないなと思ってたんだけど休んでるからね、はい、なんか具合悪いみたいな、ね、運動しないとか外に出ないとか、そうそうそう全く動かないってので具合悪いのかなって思ってたんだけど、果たしてただでも達也さんもさそんなね奥様を尻目に、うん、じゃあ僕打ってくるねっつって、うん、翌土曜日の午後にですね、うん、私は打ちまして、うん、なんですけどまあ私もその日は特に何もなく、うん、で次の日に若干だるいのかな、そうそうだから私と一緒で、ね、なんとなくの倦怠感、そうですね、いろんなやる気が起きないみたいな、そうそうあとなんかね激しく動いちゃいけないんじゃないかと思ってあそうそうそう分かる、全てのモーションをゆっくりにしていたので、そうそうそう同じくなんかなんだろうこのだるいのか、うん、ただゆったりしすぎていて、うん、なんかまったりした気持ちなのか、はいはい、とにかく蛍光補水液は山のようにあるから私は一本いただこうと飲みましたね。そうそうそうでね達也さんがいろんなことでやる気を出してくれないもんだからね、はい、私が話しかけてもなんか適当な返事しかしてくれなくてねそうですねだからね奥様が、ね、言ってたよね、私のどうでもいい話に達也さんが付き合ってくれないどうでもいい話だというの分かってるんだなそうそうそう話しかけて別に面白くもないオチもない、ね、で僕はねだからいつもでしたら反応するけれど、うん、あーうーまあねーみたいな、ふーみたいな感じでふーって何みたいな、むしろ普段の私を褒めていただきたい奥様の何でもないトークを拾い、うん、トークを展開させる私、そうそうそう何かしらのツッコミを入れてくれたりとかね、はい広げてくれたりしてくれて、ね、はい、しないので奥様が若干寂しそうみたいな、ね、まあそれはそれとして奥様は一人で楽しそうなんでね、はい、まあいいかみたいな感じで、まあそうね一人でもう楽しく遊べるからね、はい、犬かなまあそんな数日を過ごし、おかげさまで副反応らしいのも今のところなく、はい、このねラジオの収録も楽しくやっておりますけれど、うん、まあ1週間ぐらいはね激しい運動はしない方がいいと言われているので、そうですね、そして金曜日はちょうど私1週間なんでね、はい、あの抗体もバッチリ出てきたはず、うん、ねということで、まあ引き続き気をつけながらも、はい、いろいろとね活動も ねちょっとずつね再開広げていきたいと思いますが、はい、さあ皆さんはどうですかねっていうところをですね、うん、ハッシュタグをつけながらツイートして楽しんでいただきたい、そんなハッシュタグは何ですか奥様。はい、ハッシュタグは野村家ラジオでツイートしてください、はい、野村家は漢字、ラジオはカタカナです、はい、また番組のホームページやツイッターのアカウントもありますのでぜひチェックしてみてください。そうなんですよ奥様、これびっくりすることに近況トークの枠じゃなくてですね、まだオープニングトークなんですね、うん、本当だね、ちょっと長めに喋っちゃいましたけど、はい、ということで今日も元気よく、はい、それでは今日も1時間ゆるりとお楽しみください。イエイ、野村家へようこそ。改めましてこんばんは、野村達也です。川崎芽衣子ですなんで手を広げてる寿司三昧的な奥様で、達也さんがそんなジェスチャーをしてたからはい、ありがとうございますそんなところまで観察いただきながら、はい、ね、もうね、あの近況トークを喋り終わったかのような気持ちですけれど、そうだね、そのつもりでいたわ、あれはオープニング、はい、近況トークですよ。いはい、ということで最近はなんか月が綺麗な、そうですね、日がありまして、先日の21日はね、はい、十五夜、中秋の名月というものですね、うん、なんかね、
8年ぶりだっけ、中秋の名月と満月が重なる、うん、なんかあの十五夜ってその毎年日にちが変わるんだよね。へらしいんだよ。そうなの。そうそうそう。で今年はちょうどその日にちと満月が重なりましたねっていうのでちょっと話題になっておりましたよね。はは、なるほど。それが数日前の、うん、数日前のお話でございますよね、はい、なるほど。まあ確かにね、うん、あの夜ね外に出てみれば、うん、綺麗な月が、そうだったね、まん丸でね。そう、一生懸命写真撮ろうと思ったんだけど、はい、微妙にでも雲に隠れてて雲に隠れるやら、やっぱ輪郭が月くっきり映るっていうのは、うん、あれは何、一眼レフなんとかみたいな。いやでも多分雲の影響だと思う。あ、そうなの。ないと結構くっきりさ、アイフィオンでも見えたりするじゃん、うん、そうなんだ。肉眼でもそもそもちょっとさぼやんってしてたじゃない。へえ、いやそう、うん、僕肉眼でくっきり見えてましたけど。そういえばあなた、私の目が悪いだけ、近眼なんじゃないですか。私だいぶくっきり見えてましたけど、なんかちょっとね、うっすら雲の膜の裏にいるような感じがあったなと思ってね。そうでしたけど、ね、そんなね、十五夜で合ってんのかな、十五夜で合ってます。僕のこの知識のなさよ。そう、まあでも私もね、十五夜といえば、はい、まあ白玉団子食べたいみたいなね、団子とかね、もうよくあのね、なんかピラミッド型に積んであるのがよくある。あ、そうそうそう。まあでも結構子供の頃とかはあの白玉粉を使って白玉団子を作って、うん、あのよくあるこう だんだんのあれでしょ、氷水につけると固まってみたいな。いや懐かしいな、家庭科を思い出すな。家庭科、あの縦長の粉、うんうん、縦長の袋に入ってる粉、白玉粉っていうの。 あ、はいはいはい、あれでね、家庭科の授業でさ。へえ、授業でやったんだ。やったやった、うん、逆にそれ以外にピンと知識がない。あ、そうね。そうそう、それでなんかこう丸く丸めて水につけると、丸めて茹でて水につけると引き締まってみたいな。そうそうそう、でトゥルンとした、ね、あのお団子が出来上がる。それでね、みんなで食べましょうみたいな、きな粉つけたりとか、まあ、あれが大好きでね、子供の頃は本当やっぱ何もつけずに食べていたんだけど、ね、そうそうそう、はい、あとは近所の公園にススキが、うん、当時なってたんだよね。だから取ってきてやって、はい、あの飾ったりとかしてたよ。あら、風情のある、ね、最近全然ススキとかってどこに生えてんだろうって思うけど。そうだね、僕は多分パッと見てもススキとわからない。私のこの植物への知識ゼロみたいな、2みたいな私のステータスなので。なるほど、はい、そうですそうです。6月とかのもね、写真を見て、はい、なるほど、みんなが挙げてるのがアジサイっていうんだなっていう。とんでもない。このね、知識がなさすぎる。植物知識ステータスが2しかない私なので。なるほどね。ススキっていうのをこう刺して、はいはい、でなんかあの月と、うん、あの三角ピラミッドみたいなやつで、はいはいはい、ね、っていうのをやって、まあ、我々はやりませんけれども、うん、食べたいっていう奥様のリクエストがあったのでね。そうなのよ。でもね、21日か、うん、もうなんかあんまりそれを買いに行ける時間もなくてさ。はい、まあ、あとあなた言い出したの夜でしたしね。うん、ね、ずっと1日考えたの、どっかでその白玉を手に入れる方法はないかと思って。ただちょっとそのタイミングがなくて。そうですか。そうそう、いろいろ移動してたのでね。そうでね、そんなことを急に言うもんだから、うん、じゃあっつって2人でコンビニを回ってね。そうそうそう、コンビニは確かあったはずだと思って、うん、そうで、いろいろ探して、はい、あったりなかったり。何その曖昧な表現。そうそう、それでね、手に入れたんだよね、はい、あの大きな白玉クリームぜんざいみたいなね。はいはいはい。ただ白玉だけがズドドッとはまってるやつとかはさすがにね、うん、なかった。あれは何、スーパーとか行きゃあったのかな。よくほら、どうなんだろうね、季節ごとにさ、かしわ餅、うん、あれおはぎ、そうだよね、みたいな感じで白玉だけあんのかね。どうだろう、白玉だけは単体では味しないから。そうだね。あなたは食べるけど。食べるけど、あんまりね、需要なさそうだもんね。私はね、なんと罰ゲームかな。あの、せめて醤油でもかけさせていただけ。どうだろうね。なんか、みたらし団子とか、ああ、ね、あんこかかった団子とか、ね、なら売ってるのかな。まあ、とにかくそれでね、若干、あの、季節感はないというか、通年ありそうなね。はい。白玉クリームぜんざいっていうね。そうそうそう。まあ、コンビニでもファミレスでもありそうな。ええ。ただ、買って帰りまして、はい、一緒に食べましたね。いや、美味しいね。コンビニスイーツ美味しいね、最近のは。本当に、ね、
本当に白玉チュルンってしてて美味しかったね。ああ言ってたね。奥様がですねもう左右に揺れながら美味しい美味しいっつってね、うん、揺れながら食べてましたね。ええ、はい。まあ、私もクリームやあんことともにですね白玉を美味しく半分こしていただきましたけれど、そうだね、あれね1個食べられないよね。ちょっと私はクリームとあんこ、私は別に大丈夫ですけれども、前なんかそれで1個1人で食べてね、うん、だいぶ胸焼けした記憶があって。奥様はねクリーム耐性とかがね、そうなの、大好きなのにあんま食べられないの、うん、ですよね。悲しみ。私はそれで食べてね、うん、いやなんか甘いものビュッフェとか行きたいなみたいな気持ちが再燃しましたけどね。そうね、ビュッフェとかちょっと調べちゃったよね。はい、行きたいですよね。ねということで皆さんはどうですか、十五夜写真、いや団子に限らなくていいんですよ皆さん、ね、団子食べてないなじゃなくて本来の十五夜の意味とかね、知ってる人はそれに残ってね、写真を、ね、はいはい、写真をハッシュタグ野村家ラジオでツイートしていただいてもいいですし、ね、月に見かけた、ね、見せかけたハムでもいいですからね。あるよねたまにね、なんかすごいまん丸でくっきりしてるけどちょっとピンクだな、ハムハム、ね、写真でもいいですし、はい、月でもいいですからね。皆さんもねあの見せていただけたら我々楽しく見させね見ますので、はい、はい、ということでそんな十五夜をね珍しく過ごしまして、そうですね、うん、というお話でございました、はい、皆さんはどんな風にお過ごしてたでしょうか。それでは1曲目、そんな十五夜に関連した曲をかけたい奥様ですか。あ、そうですね、まあ、先週もなんかそれに無理やり、ね、当てはめてニュースのかぐやを流しましたけど、はい、今回はスタジオジブリのね、うん、かぐや姫の物語、ほう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 、2013年11月ですって、うん、公開したの。奥様あら映画一緒見に行きましたけど、見に行ったね私ね、あのかぐや姫の物語すごい好きで、ね、なんであんなに好きなのかわかんないけど、うん、むちゃむちゃね大号泣してさ、すごいよね。そう、なんなら言ってしまえばさ、うん、スタートからラストまでさ、うん、日本人は大体知ってるのにさ、 誰でも知ってるんだけど、なんで奥様はもうえぐえぐ泣いていて、すごいあのもともと知ってる話なんだけど、うん、なんだろう、本当の幸せってなんだろうなとかさ深い、すごいいろいろ考えちゃって、うん、あの時のああだったらどうだったんだろうとかさ、うん、ねいろいろ考えて、もう最後にさかぐや姫が連れてかれる時のさ、うん、音楽、天神たちの音楽っていうのが流れるんだけど、うん、もうそれがさ明るくてさ、明るいんだけどなんかこう悲しくてさ、うん、めちゃくちゃ泣いてましたよね。そう、だからその天神の音楽かな、はい、とあのかぐや姫のその物語の主題歌はすごい好きだったから買ったよ、うん、ね、さあそして何が流れるんですか。そうそう、ということで、まあ、今回はですねそのかぐや姫の物語の主題歌の、うん、あの二階堂和美さんの命の記憶を流そうと思います、うん、素敵な曲だよね。はい、ね、この季節にぴったり、うん、ということでぜひお聴きください、二階堂和美で命の記憶。野村家へようこそ。いただいたお便りをご紹介するコーナーです。イエーイ。はい、ということでいつもお便りありがとうございます。ありがとうございます。今日はどんな楽しいお便りが届いているかな。はい、ラジオネームハレさんからいただきました。ハレさん、ありがとうございます。めいこさん、野村さん、こんばんは。こんばんは。毎日お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。いつもお二人のお仕事の告知を楽しみにしています。頑張ります。ところでお二人はもしも声のお仕事をされていなかったらどんなお仕事についていらっしゃったと思いますか。ほう。お二人が声のお仕事につけなかったというわけではなく、うん、最初からアナウンサーや声優といった声のお仕事が存在しない世界だったらという前提でお聞きしたいです。なるほど、なるほど。ということなんですけれども、そうですよね。まあ私もねかつて高校時代に、うん、友達からアニメを勧められ、はい、声優になろうよと一緒に言われ、うん、そして願書を出したのは私だけというですね謎の展開で声優というものに足を踏み入れましたので、なるほど、ね、その友達がいなければ、はい、違う道を進んでいたやもしれぬ。あ、そうですね。だってそもそもさ達也さんはさ、はい、あのお医者さんを目指していたんだもんね。親が医者だったんですね。そうね。なのでね塾に行ったりとかして、うん、まあ倍率高かったんで蹴っ飛ばされてね、入れなかったです、入れませんでしたって言ってこの手たらくになりましたけど、奥様はどうです、うん、この声優という道をもし目指していなかった世界線。これがね私、はい、まあね今なんとかね声のお仕事させていただいてるけど、声優なれなんなかったらさ何が私にできたんだろう。逆に聞かれてるよ私何ができるんだろうみたいなところがあって、はい、そう、そもそもなんか子供の頃、うん、小学生ぐらいの頃にからすで、うん、にあの
子供のおもちゃとかがテレビでやってて、ね、あ、アニメね。そうそう。はい、で、まあ、子役とかでやってたり、サナちゃんがね。で、お友達がそういう子役事務所に入ってたりとか。あ、実際にあなたのお友達が。あ、そう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 。で、そういう話聞いたりとかね、うん。テレビで芸能人がゲテモノをいっぱい食べる番組に私はすごく憧れていたというのもあって、ずっとタレントになりたかったの。子役やりたいっつってね、そう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 、おばあ様に。おばあちゃんに、こういうの貼りたいんだけどって、ひまわりとかさ、そういうところ。指さしたらもうなんか、うん、芸者が高いのよって一周されてお金の話なるほどね。そうそうそう、だから結構で子供の頃から、はい、私は記憶ないんだけどお父さんとかからね、あのディズニーとかで遊びに行った時になんかショーとかやってて、はいはい、子供がなんか ステージに立てるたりとかするね。あ、たまにね、こう選ばれて、あ、そうそうそう、はい、そういうの割かし積極的に手を挙げてるタイプだったらしくて、うん、あのタートル何菓子とかで、あ、ね、とかね、あれはあれか、あの当てられるのか、そうそうそう、逆に誰かやりたい人はーいって言って行くタイプだったみたいで、うん、まあ昔から緊張しいだったはずなんだけど、うん、ただそういうのが好きだったから、うん、やっぱり何かしらのじゃあそうでしょ、だもしもさそこでこれ入りたいんだけど、うん、例えば劇団ひまわりとかで、うん、でおばあ様がいいわよって言ったら、うん、子役としてあなたは、あ、そうね、やってたかもしれないね、うん、だからで170センチ超えてるじゃない、うん、っていうことは子役からモデルに行き、そして今はなんか雑誌のね、あの表紙を飾るところからの何でしょう、タレント業なのか、うん、女優業なのか、あるいは熱愛発覚なのかわかんないですけど、それすごいストレートで言った場合だよね。いやいや、だいたい子役だったらさ、はい、受験とかでさ、さよならってなる。でも学業に専念して、うん、専念しなそうじゃない。そうしないかもしれない。学業嫌です。すべてを逃避した結果、芸能界の、ね、めちゃくちゃモデルのお仕事頑張るから学業に専念だけはさせないでください。勉強やだーっつって。めちゃくちゃ頑張りますっつって今スーパーモデルみたいな、うん、富永愛さんっていう可能性もあったかもしれない。ねえ、まあだから。何がしたかったかなって、うん、あんまりピンとこないかもしれない。まあ、あるいは皆さんね、ハッシュタグをつけて、うん、メイコさんだったらこういうお仕事素敵なんじゃないですかとか、あ、そう、ね、ついでに野村さんはこれがいいんじゃないですかみたいな、あったら ね、書いていただきたいですけど。達也さんはね、本当に人に教えるの好きだったり上手だったりするから。まあ、そうです ね、だから学校の先生とか、ね、塾の講師とかね、家庭教師、塾の講師みたいなのもちょっとバイトやろうかなとか思いましたし、うん、まあ、何かのね、企業に入ってね、説明をするとか、うん、レクチャーするとか、はいはいはい、っていうのは僕は本当にね、ナレーションもそうですけど、うん、説明系大好きなので、うん、ね、本当大好物なので、そういうことをひょっとしたらなりわいにしていたのか、うん、あるいは何でしょうね、口が上手くなったとしたら、うん、謎のコンサル業をやっていたかもしれないなるほどね、御社の問題点をこの辺りで洗い出していただいてみたいな、顧問なんか相談師みたいな、そう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 、皆さんで共通の何かのアジェンダをですねみたいな何を言ってるのかさっぱりわからない横文字を活用してですね、はいはいはい、っていうことがあった、やってるか、うん、やってないかっていうところですかね。なるほどね。私あとどうだろうな、なんか集中力がないのでなぜ自分の自己分析がそんなに厳しいんだろう。いや、なんかだからね、体を動かしている方が好きかもしれない、はい、なんか自分がその動きながら仕事をする系、うん、なるほどね、かな。奥様だったらでもね、スポーツインストラクターとかやっててもね、おかしくなさそうですけれど。あ、でも教えなきゃいけないからね。あ、それはダメなのかなるほど。じゃあ体を動かす何かのお仕事を、うんね、そうだね、そっち系とかだったかもしれない、うん、なんかその介護とかさ、うん、なんかケアなんとかとか。ああ、なるほどね、うん、9時に出勤して18時まで机にの前にとかはない。多分ない真剣な顔そうなんですね、うん、といったところなんですかね。どうなんでしょう ね、皆様から見る野村家はどういう風に見えてるのか、うん、こういうお仕事が似合いますよっていうのをね。あ、そうね、ぜひ教えてほしい、ね、別にね、くら替えすることはないですけどそっかそっちかっつってよしって言ってそういうことは多分ないと思うけど、 IT 系だなってなりませんけどね、今後ね、何かのこうね、そのジャンルのお仕事とかでね、うん、声のお仕事でそういうジャンルにね、うん、取り組むっていうののヒントになるかもしれませんから。そうだね、ボイスサンプルを作るヒントになるかもしれませんので、確かに確かに、ぜひ皆さんですね、ハッシュタグ
グチャンスでですね、はい、野村家ラジオこんなのがいいんじゃないですか、お二人だったら聞いてみたいです、聞いてみたいです、はいはい、ということでお便りありがとうございました、ありがとうございました。やっぱりね奥様このねお便りからね深掘るとですねいろんなことが展開していくので、うん、ぜひ皆さん野村家に聞いてみたいことがありましたらこのように普通オタで、はいはい、送っていただければと思いますよ、ぜひぜひ、はい、お便りの宛先などは番組の最後にお知らせします。ということで CM をお聞きください。野村家へようこそ、ハッシュタグ野村家ラジオでツイートしていただいたツイートを読んでいくコーナーです。イエイ、短めのイエイとともにお届けしていきますが、うん、前回は9月の17日、はい、はい、金曜日の放送実況ツイートからと、ありがとうございます皆様、いつもありがとうございます。なんですけども、はい、ようやく YouTube で聞き始めた、めいこさんニュース好きなん、かわいすぎんっていうツイートもありましたね。ありがとうございます。YouTube のアーカイブで聞き始めてくださったということですね。嬉しいね。そう、いや、ありがたいですね。アーカイブ聞いていただいて、ハッシュタグつけてツイートしていただけるっていう。嬉しい。ありがとうございます。それもね、ぜひお待ちしてますので。はい。アーカイブ14回目が、遅ればせながら、はい、今、公開されておりますので。はい、今は47回目ですけど、今回はですね。あー、終わらない。頑張ります。15回目がもうすぐの予定です。はい。はい。ね、めいこさんニュース好きなの可愛すぎないですかって声がありました。嬉しそうです。はい。先週のオープニングはこんばんワンでやったらですね、皆さん、はい、こんばんワン、ワンの絵文字とともに。可愛い絵文字が。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばん見でやってくれましたかね。いろんな犬の絵文字がありますな。ね。かわいい。かわいい。いつもほがらかだな、奥様そうですよね。いやいやいや。はい。今日の挨拶は何かなと思いながら待機してました。かわいいスタートに癒されました。どこかで売り切れると思いますので、皆さんのオープニングのネタをください。今晩何菓子でお願いします。はい。今日は絶好調ですね。ありがとうございます。ああね、台風ね、なかなか、そっかそっか、ね、台風千葉のあたり大変でしてみたいなね、もうなんかね急にカーブしてね西のあたりを舐めるようにして、そうね、でもこっちの方にはもう熱帯低気圧になってたのね。ね、本当にね。うん、はつらつと行こうと思ったのの着地の仕方が可愛い。よく聞いてる。いやでもそうなんですよ。奥様なんかね最後語尾がうにゃうにゃうにゃってなってね、はい、とかが可愛いなっていうのはですね、私とリスナーさんが共有できる可愛いポイントですからね。いや、ありがとうございます。はい、北海道は普通に曇ってます。ああ、なるほどね。なんかいろんな地域から聞いていただけていて、ね、サイマルラジオってありがたいですね。すごいね、本当にね。ありがとうございます。全国から聞いてもらえるって。ね、なのでね、うん、皆さんの地域ごとに何があるかとかもね、うん、ぜひツイートしていただいたり、景色ツイートして写真撮っていただいたり、楽しみにしておりますので、はい、甘いもの食べると心が温まりますからね。びっくり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 、クエスチョンクエスチョンクエスチョン。そうですね。そうなんですよね。はい。そう、チョコレートね、食べるとね、心が温まるってことよ。冷えた体にストレートにね、コーンスープでもね、噛んで飲みゃいいのになって思った。ね、めいこさん、副反応少なめで済みますように、ありがとうございます。その祈りが ね、伝わったようで。少なかったです。はい。近況では、スタンディングデスクを私、野村が買いましてということで。はい。首かーっていうこと。ね、なんでしょう、同意していただけるのか。ね。ね、やっぱみんなね、同意する人多いよね。首と肩の敵、ね、座り作業。座り作業は首と肩の敵。ね、バランスボールを飛ばして、スタンディングデスク、バランスボールもあります。ね、すでにやってんだよね。ちょっと飽きてます。ね、そのボヨンボヨン跳ねちゃうもんでね。あとはバランスボール置いてると横でね、奥様の収録したりすると奥様が横で座ってずっとバランスボールでボンボン跳ねていてですね。うん、気になるな。僕が今私のせいか。そう、音声編集してるんだけど横で奥様がね、暇そうにでバランスボールでボヨンボヨンしているのでね。はい。マッサージチェアが欲しくなりますね。あ、いいですね。いいですね。ガタ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 って銭湯とかね、はい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 、スーパー銭湯とかにあるやつですね。わかる、欲しい。あ、座るとき猫背になりますね。そうなんですよ、首が前に出るんですよね。野村さん、そこでコンバットでしょ、ボディーコンバットですね。はい、やってます。今はね、ワクチン打ったので、ちょっと間空けてますけれども、うん、それまで私、家で2日に一遍ですね、うん、動画を見ながらボディーコンバット。皆さん検索してください、ボディーコンバット。検索するとすぐわかりますから。なるほど、パンチやキックを繰り出してるんだな。ね、座ると背中丸まりますね。私の猫背で肩甲骨が痛くなります。肩が前に入っていくっていうのをね。そう、気づいたら、はい、グググって入って。私、そう、それで最近、整体に通い始めました。ちょっと、自分のストレートネックを直そうと思って。あ、いいですね。うん、やっぱでもみんな悩んでんだね。ですよね。で、やっぱ、家での作業とかみんな増えてるだろうから、お家で。ね、本当に。うん、
ね、あー分かる、椅子の上でデロンデロンに溶けた座り方しちゃいますどっかしら痛くなる、はいはい、私メイコさんのシャキッとした立ち姿めっちゃとても大好きなんですよ、惚れ惚れしちゃう。いやー、ありがとうございます。奥様ピンと立ってる時すごいスラッと見えるんでね。そうそう、気をつけてね、シュンって立ってる時はね、えらいシュンと立ってるの、えらい、スマホいじってるとどんどんね、どんどん我々前のみになっていきますんでね、はい、同時進行の量がすごい。もちまる日記見てます。あー、もちまる仲間ですね、可愛いですよね、結構もちまる日記可愛いってあります。本当だ、可愛いってわかる、キュルキュルな気持ちになりますよね。そうなんですよ、もちまる日記でね、モフモフされてるのを楽しむのと、僕が奥様のほっぺたをモニモニしてるのは同じぐらいの気持ちになるっていうね。そうなのよ、よく言われる、奥様イコール猫かなって思う。そう、私はよくね、私は人間ですそう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 、奥様ですって言ってね、チョップされます、ね、そうなんですよ。バランスボールは足を乗っけて腕立てしてます。ああ、なるほどね、すごい、なるほどね、息子水泳選手と張り合ってます、いやー頑張ってますね、頑張ってる。いや、健康第一ですからね、うん、ニュース来たですね、流れ完璧です。よかった、こういう和の感じ好きだな、ニュースのかっこいい系好きです。いや嬉しいですね、いいですね。やっぱリクエスト来てますよめいこさんが丸々1時間ノンストップで永遠にニュースさんの話をする回が聞きたいです。いやーね、やりたいのは山々なんだけど、リスナーを完全に置いてこりでも全然本当にいいの、もうリスナー置いてくどころか私も置いてかれて、もうなんかね、どちらかっちゃう。え、喋ってんのあなたですよ。そう、なん誰に置いてかれてんのニュースに置いてかれてんの、 あの話したいことがあちらこちらにいて、あ、まあまあそうそうそう、まあまあそこら辺はね、手綱を引きますんでねいいじゃない、歴史からね、そうそう、ライブの話から、うん、ドラマや小説や、ね、バラエティ番組の話からあったら多分ですね2時間いけますね。そうですね、しかもね、はい、いろいろ忘れたりとかしてるからね。そこはですね、私もですねおかげさまでニュース知識がだいぶ入りましたので、はい、そこを補填しながらトークしたらですね、うん、いや1時間はいけますよね。いけちゃうかも ね、うん、なんでなんか皆さんが忙しくて聞くタイミング、いや聞くタイミングがない回でやるのはもったいないから ね、どっかで ね、 どっかねやれたらいいですね。でも丸々やれるのもなんか申し訳ないからなんでですか。え、だってね、うん、別に興味ないから。え、みんな興味ないでしょ。興味持ってほしいけど、するんですよ、広げていくんですよ、ね、我々の好きなことをやるファンファン隊ですから。そうか、ね、だってそしたら僕らが食べてんのに興味あるかって話じゃないですか。確かにその通りだ、ね、その通りだ。バリバリせんべい食ってんですよ僕ら。それでおいしいレフっつってさ、ね、食レポも別にうまくもないおいしい、甘くておいしいっつって、ね、おいしいしか言わないっていうのをやってるので、ね、今更何をっていう、ね、感じなんで、メイコさんが生き生きしてるのが多分皆さん楽しいと思いますので、ね、なるほどね。はい、いつかそんな日が来るのを楽しみに待っていてください、はい、仕事中と言わず最近のマイブームは呼吸を整えてリラックスすることです。体の力んでる場所を意識しながら呼吸を整え、ああなるほど、だけで体がほぐれますよ。でも大事だよね、気づくとこうギュッて力入ってる時あるからね、うん、そうですね。筋トレもね、筋肉を鍛えている部位を意識するとより鍛わるって話しますし、うんうん、このリラックスをしてこう神経をこうそこに意識させる、うん、ヨガとかね、はいはいはい、そういうのでもありますけど、目をつぶって横になって、今私はここに力が入っているんだな、みたいなのを意識しながら力を抜いていき、きっと奥様はスヤーってなる。うん、結果的になってしまうのでね。はい。やってみたいと思います、うん、普通歌ずっとやらないかと思っているのに結局実行できていないことのトークをしましたが、うん、一昨日クリスマスの飾り付けコーナー見てき、ああ季節が早いねって話で、早い ね、 ね、クリスマス、クリスマスケーキ、そしておせち、いやもう一年終わる ね、もう早いな、季節が走って追ってきてますからねはいですね。で、北海道は半袖だと死にます、気をつけてくださいね。あ、そうか、もうこの時期だと寒いんだね、はい、デジタルは置き場なくて便利ですよね。そうなの、あの私がね、あのニュースの雑誌ね、雑誌をあの最終的に PDF でまとめ出したって話をしたからですね、はい、うん、このお便りを聞いて TSUTAYA の T ポイントカードの会員の更新やらないといけない。あー大事大事結構忘れがちだよね。私この間ポイントサイトね、久しぶりにログインしたらログインできませんっつって、うん、って思ったら、3ヶ月ログインしないと強制退会になりますっつって、うん、おい、半年ぶりにログインしようとしたら私の何千ポイントが消滅したやんけっつって。でも多分ねそれメール来てるはずだよ。
うん、見てなかった。見てないですよ、そんな迷惑メールが毎日山のように来ません、皆さん。そこで、ね。ね、来てますからね。企業側ちゃんとやってたからね。ちっくしょーっても3日ぐらい引きずりましたけど、ね。はい、ですね。好きなものに対し、早口テンション爆上げのまゆこさんが好きです。ですよね。ついね、はい、なんか、早く喋んなきゃ、時間内に早くいろいろ喋んなきゃ、みたいな。ね、そうですよ。私のテレビの録画欄がお二人のナレーション番組でいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今のボイスオーバーはめいこさんだ、というところで見ていただいていて、うん。私もですね、告知していいか分かんなかったんでお伝えしなかったんですが、先日、世界のドキュメンタリーの 9.11 特集の週にですね、はい、一回出たんですけど、そうですね。再放送されたらお知らせします。あ、そうだね。9.11 特集なんで来年かもしれません。再放送されないかな、確かに時期的にね。ね、はい、そうですね。うん、っていうところで、はい、規則正しい深夜3時ある意味すごい、すいませんね。今ねちょっと深夜2時ぐらいにちょっと減らして頑張ってますよ、はい、ちょっとずつちょっとずつ上に、うん、上に上げていきますので、ね、そうそうそう、規則正しく3時はすごいです。朝5時から6時頃の空は綺麗でいいですよ。いやそうなんだよね、朝起きられた時のさ、あの爽やかな空気さ、うん、全然違うよね、はい、違いますね、本当に気持ちいいと思う。はい、ぜひ、なぜ起きられないんだろう。夜を寝るのが遅いからでしょ。その通りです、ね、皆さん朝5時から6時に起きてる皆さんは空の写真をツイッターに、うん、野村家ラジオのハッシュタグとともに我々がそれを見てあいいなって思うところから始めたいです。うん、野村家ラジオを振り返るコーナー、かつてのね、防災についてっていうとこを振り返ったら、はいはい、ね、その頃 LINE なんてなかったですもんね。そうなんだよね、うん、カロリーメイト美味しいですよね、食べちゃう、うん、備蓄にならない、なんいいんですよ、備蓄しながら時期がねちょっと過ぎそうだなって思ったら食べればいい。そう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 、ローリングストックですよ、でね、食べたら買えばいい、うん、わけですからね。ということで、あ、写真ね、4枚写真ね、上げていただいていて、先週に上げてくれて、やっぱり4枚目は元養鶏場だった場所。あ、やっぱそうなんだね。ね、なんか廃墟とかそういうね、今は人の手がかかっていない場所っていうのもね、うん、素敵ですからね。ね、はい、スマヒョ水没の村さんと水没同盟組もう、いや、もう水没した方は組みましょう。自ら入ってこなくて大丈夫ですからね。俺も水没させました。いやいやしなくていいですからね。結構ね、傷が深いからね。はい、ね、水没させると。メイコさん大好き同盟とか組みましょうね。はい。有名な事件ですよね。ピンポン事件。戸田のね、レースでね、いらないピンポンを私が鳴らしてね。はいはい。数年言われましたね。へぇ、野村さんってあれですよね。戸田の実況でピンポン鳴らして、なんでそんなこと覚えてる。みんな、っていう思う事件だったんだね。戸田のね、ボートレース戸田を見てた人からするとよっぽどね、うん、珍しい事象だったみたいでね。最近めいこさんのインスタのストーリーの更新が多めで嬉しいんですよ。美味しいおやついっぱい見せてください。今日のおやつやってます ね、9月のツイッターのヘッダー更新も楽しみにしていますが奥様、この放送は9月24日ですけれど。そうなんですよ、ね、9月らしい写真撮りたいんだけどさ、うん、なかなか出会えなくてね。なるほど探してんだけど、あと1週間、1週間でダメかもしれない。でもまあでも1週間経って10月に差し掛かってもきっとね9月に更新したらそのまま続くかもしれない、うん、そう ね、 ね、まあ、月一をね2月に一遍にねシフト変更するかもしれませんので、はい、なんとなくふんわりやってるんで、はい、ですね、季節ごとで ね、 ね年に4回かもしれません、はい、またいいのが思いついたらぜひとも、野村家劇場の、ね、ネタですね、お待ちしてます、お待ちしてます、その他の皆さんもお待ちしてるんですよ、うんうん、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。のろけてーなー、のろけてーよーっていう魂のツイートを見かけましたよ今、はい、で好きなレトルトカレーということで、はい、あ、なるほどの、皆さんカレー好きなんですね。うん、ね、うん、まあみんな大好きカレーですよ ね、 稲葉さんのは美味しい、中村屋のカレーいいですよ、うん、無印良品のキーマカレー美味しいって聞いたことがあります。うん、無印良品はいいぞ、洗脳中ということでね、日野屋カレーさん、野村さんがちょくちょく食べていらっしゃるのと活動範囲内に何店舗もあるのでいつか食べてみたいってずっと思っている。辛さが緩和される野村さん的おすすめトッピングはですね、温玉です。ああ確かにね、やっぱ温玉あるいは生卵、うん、系はですねマイルドになりますのでおすすめです、うん、でですね秋葉原店にはですねガリバタってのもあるんですよ、うん、ガリバタチキン、へー、チキンをガーリックバターで炒めた、はいはい、もうそれだけでも美味しいんですよ、すごい美味しそう。でこれもマイルドになるんですけど、うん、ひょっとすると辛さと油で、うん、あとガーリックでトリプルパンチかもしれないので、まず温玉で様子見てください。そうね、ひねやカレーさん量多いからね。そうなんですよ、私いつも 400g のライスをスイスイ食べて
れておりますのでね。すげえや。はい。ということで、いろいろな、あ、エンディングでもそうですよ。ワクチン接種の影響でメイコさんどこか痛かったり、熱出したり、大変じゃないよう祈っております。ありがとうございます。皆さんのその祈りがですね、お奥様とついでに野村にもですね、はい、来て、副反応今のところ大丈夫ですので、うん、皆さんも元気にお過ごしいただければと思います。そうですね。はい。ということで、たくさんのハッシュタグツイートありがとうございました。ありがとうございました。今週の番組も引き続き、ハッシュタグ野村家ラジオをツイートしながらお楽しみください。はい。ということで、CM です。野村家へようこそ。野村家のお悩み相談部屋。イエーイ。年齢も性別も違う二人がお互いの様々な視点からリスナーさんから送られてきたお悩みに答えるコーナーでーす。よーし、答えるぞ。ということでお便りいただきました。ラジオネームゆずるさんからいただきました。達也さん、めいこさん、こんばんはーい。わーい。少し大人の悩みなのですが、総理大臣の任期が終わりを迎え、総裁選が始まってしまいましたね。そうですね。総裁選が終わると、総理大臣の指名があるわけですが、はい、総裁になった誰かがうっかり何かの間違いで僕を総理大臣に指名した時にどんな公約をしようか悩んでいます。大人の悩みとはお二人はどんな公約がいいと思いますか？なるほど、各家庭におやつ代を毎月3万円を支給するとか、うん、飲食店のご飯は必ず大盛りにするみたいに直接お腹に訴えた方がいいのか、うん、それとも今まで祝日のなかった6月は丸々休みにするとか、七支を国技にして学校の授業の必修科目にするなんてのもいいかもしれませんね、うん、リズムゲーを僕が総理大臣になった時の公約の参考にしたいのでよろしくお願いします。よしよし、これは大人の悩みでしたね。うーん、まあ最終的に何でもいいみたいな感じですか。どんなでもいい感じのそんなね、いろんな例題を挙げていただいたので、はい、そんなにあのなんか消費税がとか言わなくて良さそうなので、ね、奥様何かありますか？まあそしたら私の公約はですね、そうですよ、奥様が総理大臣総理大臣になったら、私がもう常々悩んでいるのは、うん、洋服店のサイズの幅を広く、おートールサイズ M、トールサイズ L を全ての店に入れること、なるほど、プチプラでなるほどなるほど、お値段控えめで、お値段は普通のお店と同じぐらいでありながら L サイズもしくはもうちょっと大きいサイズで洋服が着られる人にも、大きいサイズ、背の高い人用の M サイズと L サイズです。170超え、180ぐらいまでの人が着れる服。なるほど。で、まあ大きい人だけに言っちゃあれなんで、うん、XS も、なるほどなるほど、常時、なるほどなるほど、展開するように、はいはい、靴のサイズは19センチから27センチまで。なるほどな行きましょう。パンプスハイヒールみたいな。パンプスハイヒール、男性だって履けます。なるほどね。っていうね、全てのジェンダーレスということで、はい。ああ、でもまあ確かに多様性のね、多様性の世界でしょ。このダイバーシティなんていう単語を聞く時代に比べると、そういうことのためにね、はい、背の高い人のためにね、安い服をね安くてあのトレンドをいっぱい取り入れた服をね。なるほどなるほど。そう。それをいろんなサイズの人が楽しめる、うん、みんな平等に楽しめるように世界にしたいです私は。なるほど。スケールが大きいような小さいような、うん、時代に合っているような。特別個人的のようなそんな公約を掲げた、ね、メイコ総理大臣がいらっしゃいましたけど、ね、いいんじゃないですか、なかなか。なるほどね。まあ確かにね、そうやって洋服の悩みとはいろいろ皆さんあると思いますのでね、はい、そうなんですよ、まあ、何より奥様が悩んでるってことなんですね。何よりそうなんですよ、うん、いい公約だと思いますね。ね、確かにね、奥様もよく言いますよね、うん、いいデザインだなと思ったら私は入らないみたいな。そうなのよ。丈が短いだったりとか。そうなんでね、あとやっぱりトレンドじゃなかったりね、はい、年中通して着れるあのちゃんとしたいい服はあるのよ、うん、はいはい、オールサイズの、はい、でもね、そう、その辺毎シーズン変えるような変わるようなね、うん、トレンドはあんまないので。まあなんなら奥様でしたらね、現場に行くだったりとかね、うん、写真に撮られるお仕事でなんていう時には、うん、ね、自分の自前の衣装でなんていう時もあったりすると、はいはいはい、じゃあちょっと季節感は入れたいけれど、そうなのよ、もう全然なくて困ってんのよめちゃくちゃ困った顔の奥様ですねはい、ということで私はそんな感じなんですが、はい、達也さんどうでしょう。私がですね、野村達也が総理大臣になったらですね、はい、これは広く皆さんに支持をいただきたいというところで、水曜日を休日にします、うん、おー、その心は。月か働き、うん、休み、うん、木金働き、うん、週末、うん、3日以上働かない連続でじゃあ
週休2日制じゃなくて3日制ってこと？3日制です。ただそれも金土日を休みにすると、うん、月火水木って連勤になるじゃないですか、はいはい、それよりかは月曜日憂鬱な皆さん多いと思います、はい、明日、今日と明日働けば休みが待っている、うん、なるほど。火曜日になったら今日働けば明日休みだ。同じことが木金で起きて土日がやってくるって、ね。なるほどね、まあ。僕ら声のお仕事ってね、まあ祝日なんて合ってないようなっていうことがあるかもしれませんけれど、はいね、うん、皆様ね、そういうところで、ね、2日2日働けばって、うん、もう働く質が爆上がりするんじゃないかなっていう。まあ確かに休めるって大事だよね。そうなんですよ。ね、生産性なんていうのが今、とやかく言われる時代ですから。確かにアルバイトしてた頃に、はい、毎日ね、働くの本当にもう嫌、うん、いやでいやで。本当ね、一応何個か前のコーナーでもありましたけどね、奥様ね、私に何ができるんだろうってね、CM の間もずっと考えてましたけど。そうね。ね、はい。そういう皆さんにも、ね、優しい日本でありたい。うん、素晴らしいです。そうですよね。うん、っていうところでやれば、はい、きっと皆さんのね、QOL、はいはい、生活の質が上がるんじゃないか。なるほどね。そして、たくさんの票とともにですね、うん、私の属するどかこの党はですね、うん、長期政権を、ね、気づけるのではないかと思いますので、皆さんぜひですね、はい、私が総理大臣にならないからいいんですけど、はい、皆さんはどうですか、公約、ね、ちょっとですね、ぜひ教えてください。我々ちょっとですね、なんか自分のね、うん、欲が出すぎちゃって、欲望にかまけた、欲望にまみれたんで、皆さんがね、総理大臣だったらこんなことを、はい、公約にしますよ、ぜひハッシュタグとともにツイートしていただけたらと思います。はい、私はこの飲食店のご飯大盛りはですね、うん、ぜひと思いました。おやつ代3万円支給もね、はい、いいですよね、うん、一律給付金つってね、そうですね、待ってますよ、政府の皆さん待ってますよ、またまたください、はい、ということでお便りありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもぜひお悩み相談、このようにですね、ゆるふわな感じでいいというのが分かったと思います。ゆずるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からのお便りお待ちしております。はい、そしてリクエストもいただいているようで、はい、いただいたリクエストはですね、総理の夫の主題歌で、はい、美和さんの愛を問うをお願いします、はい、ということでね、昨日、ちょうど昨日、9月23日に公開予定の映画、はい、総理の夫の主題歌ということでね、うん、田中圭さんと中谷美紀さんが主演で、映画が公開されるんですけどね、はい、そう、すごい私も気になってて、うん、で、それの主題歌の美和さんの愛を問うが、ちょうど9月の22日に発売しまして、うん、はい、はい、劇中で中谷さんが演じる女性総理が、真を問うと発した言葉に触発されて美和さんが書き下ろした。なるほど。たくましさと儚さを合わせ持つ世の中の女性から愛する人、守るべき人に問いかけた強いメッセージソングとなっているということでね。はい、まあ、はい、ゆうどるさんもね、リクエスト合うやつを送ってくれますし、うん、この映画もピンポイントでね。ねえ、すごいよね。総裁選に2人の女性総理候補がいるっつんだから。すごいよね。これなんか、なんてタイミングって思ったけど。見てみたくなりますよね。ねえ、気になる。はい、ということで、お聞きください。ミワで愛を問う。野村家へようこそ。野村家ラジオ47回目の放送もあっという間にエンディングのお時間です。はい、楽しく喋りすぎたのでサクサクエンディングいきます。お便りの宛先はメールアドレス野村家 .radio@gmail.com、 局のアドレス info@892fm.com、 ファックス千葉 0434415592、 あるいは番組ホームページのメールフォームからもお送りください。はい、9月10月のトークテーマは、はい、あなたにとっての〇〇の秋です。はい、ぜひ皆様送ってください。待ってます。番組のホームページやツイッターのアカウントも見てください。うん、募集中のコーナーはホームページに書いてあります。はい、またツイッターのハッシュタグ野村家ラジオ、野村家は漢字、ラジオはカタカナで感想などつぶやいてください。我々がいいねしに行ったり番組内で取り上げます。はい、握り拳とともに奥様が喋ってくれました。うん、ついね、拾いってね、楽しく拾っちゃうもんで ね、 そ、 ね、そのコーナーがめちゃくちゃ長いんです。すいません。ということで、アーカイブ、忘れてた、14回目のアーカイブがご覧いただけます。はい、更新されましたので、はい、ぜひ見てください。はい、あとツイッターは野村家ラジオ、野村達也、川崎芽衣子、3つまとめてフォローお願いします。お願いします。これまでの47回目で最速のこのエンディングをお届けいたしました。ということで、次回放送12月1日、うん、次回放送10月です。イエーイ。年末が迫ってくる。早い。はい、10月1日金曜日23時からの放送でお会いしましょう。どうぞ引き続きお聞きください。はい、おいほい。ファンファンフライデー、達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。ここまでのお相手は野村達也と川崎メイコでした。次回もまた遊びに来てね。